野島新田、マデンは家電量販店大手の野島が新潟県内で展開している店舗ブランド。ロゴタイプで表示される名は新田バ野島。また株式会社マデンは2007年2月28日までこれを展開していた企業で新潟市に本店を置いていた。同社は翌3月1日付で野島に九州合併され解散し、 現在はの島が全店舗の運営を行っている。1958年11月2日、家電販売業のマガラ電気商会として創業。1961年に株式会社組織となり、1975年に株式会社新殿に改組した。創業当初から店舗は新潟県内だけで展開しており、1970年代以降は、 主要市町村の幹線道路沿いにロードサイド型店舗を展開する手法で業績を伸ばした。当時県内には家電量販店が少なく大手量販店に関しては1975年秋に石丸電機がさらに1980年代に入ると小島、山田電機、上、新電機などが相次いで進出したが、マデンは 地場のブランド力が強かったこともあってバブル景気までは好調な業績を上げていた。1982年には新潟市万代2丁目2番2号の万代指定バスセンター北西側に新潟本店を開店。本社も置かれ万代指定に隣接するコ立リッチも走行して賑わいを見せていた。1991年には新潟証券取引所に株式を上場したが、 同取引所の東京証券取引所への吸収合併に伴い2000年3月、東証二部に株式上場した。だが、バブル崩壊以降は、業績が低迷。その後、県内には全室の各社をはじめとする大手各社が、新電同様、県内各地で郊外の幹線道路沿いなどに、ロードサイド型店舗の展開を進めた。こうした中、1995年夏には、 ヨドバシカメラが新潟駅構内に進出、また当時北貫原郡中城町に本社を置いていた地元家電店大手の北越電機が1993年に加藤電機販売と業務提携しフランチャイズ契約を締結するなど各社間の競争が激化していく中でマデンの業績は徐々に悪化。郊外型店舗では建物の老朽化、共愛化に加え、 他社との価格競争でも苦戦した。特に、新潟本店は郊外への買い物客流出が響き、またビルディング型の多層階で、売り場面積が狭く、回遊性が低い売り場効率の悪さもあって一層の苦戦を強いられることとなった。業績不振が続いた、マデンは2000年11月にラオックスと提携し、合弁会社のラオックスマデンを設立。2002年には、マデンの 第三者割当てで発行した新株200万株をラオックスが取得して、資本、業務提携を行い、同社との関係を強めた。2003年に開店した大型店舗のラオックス新殿長岡店以降、店舗名はラオックス新殿となり、一部の既存店舗でもレアックスロゴの使用を開始。店舗の大型化を進め、パソコンなど情報家電の販売強化に重点を置くなど、 基盤強化を図った。また大手との差別化を図るため、地域密着とサービス重視を強調する営業体制の構築に取り組み、その一環として家電製品のサポートを行うタスキーサービスと呼ばれる新電独自のサービスを展開した。これは購入品のアフターサービスとは異なり、家電の操作に疎い顧客や高齢者を対象に換気扇やエアコンのフィルター交換や、 蛍光灯、電球、乾電池の交換、各し機器の配線、テレビのチャンネル設定などといった、軽作業を顧客に代行して行うサービスで、地元の強みを生かしたものであった。しかし、こうした策も、業績改善にはつながらず、ラオックスマデンは2005年をもって、マデンに業務を譲として解散し、事業運営は、マデンに一本化。ただし、ラオックス新電は、 店舗ブランドとしてのみ存続し、商品供給も引き続き自社とラオックスの2系統から行われていた。巻店の旧店舗は、のじま合併後も、新殿の9ロゴを掲出したまま営業を行っていた結局、マデンは自力での業績改善は困難と判断し、大手各社と対抗するため、仕入れ力の向上や経営の効率化を目指して、 当時業界10位のの島に合併を申し入れ、2006年10月17日に、翌2007年3月1日付での島がマデンを、九州合併することで合意した。の島は1990年代中盤、山上市に本社を置く、ホームセンター大手、アークランド坂本の子会社、ランドジャパンが運営する、会員制のディスカウントストア、ランドクラブに店舗に、テナントとして、 家電店を出店していた。ランドクラブの家電部門は、その後ランドジャパンの自社運営に切り替わり、店舗名をメディアラムドに、会社の島から社員を出向させ共同運営を行う、形式に変更されたため、店舗としては、新潟県から一時撤退していたが、新電合併によって、新潟県に再進出することとなった。マデンの株式は、東証二部に上場していたが、 合併に伴って、株式交換を実施し、同年2月23日に上場廃止。マデンの代表取締役社長であった、マガラ純一和の島の代表執行役副会長に、就任し、の島社内には、神殿専門の事業部、神殿販売グループが設けられた。またブランドロゴは、神殿、神殿、レアクス神殿から、の島のロゴの衣装に準じた。 新の島に変更されたマデンのブランドは県内で長年浸透しており、その活用を図ったものである。しかし合併後もサインポールなど店舗のエクステリア部などを回収せず、合併前の給料を掲出したまま営業を行っている店舗もある。合併当初、新殿各店舗で発行される領収証、レシートの社名、店名表記は 株式会社の自慢新電店となっていた。マデンは、この合併に伴い、老朽化し活業績が悪化している店舗の閉鎖を進め、2007年2月までに、モノミヤマ店と六日町店の2店舗を閉店した。また、マデンと資本、業務提携を行っていたラオックスは、合併前、新殿株の17.6%に当たる201万1000株を所有する。 筆頭株主であったが、業務提携はの島との合併と同時に解消した。なお株式交換に伴って、マデンの株主には、マデンの普通株式1株に対しての島ま株0.53株が割り当てられた。これによって、ラオックスがの島株を保有することになり、両者相互間で経営協力が行われるようになった。2008年4月からの一時期には、 野島ラオックス双方が店舗再編を実施する過程において閉鎖店舗のアフターケアを両者総合間で委託し合う形式を取るなどといった手法が用いられた。2009年2月、ラオックスは郊外型店舗の一部を会社分割によっての島に譲渡する方針を一旦決定した。だが、具体的な譲渡方法で合意に達せず、ラオックス側からの申し出により3月末に合意は、 ハキ、ラオックスの郊外型店舗は、すべて順次閉店することとなった。その後、の島は、店舗閉鎖により、余剰となったラオックスの従業員、約200名を再雇用している。ラオックスは、中国第2位の家電量販店チェーン、ソネー電機集団と、資本業務提携し、2009年8月から、同グループ参加となった。2009年に発表されたの島の、 コーポレートガバナンスによると、大株主からラオックスの名前が消えているため、両者の間からは、資本関係がなくなった模様。2007年3月10日に移転した、新殿白根店は、の島合併直後のモデル店舗に位置づけられていた、新殿派の島に合併した時点で21店舗が営業を行っていたが、このうち1店舗を除くすべての店舗が赤字運営となっていた。の島は、 マデンの業績不振が予想以上に深刻であったことから業務規模を縮小してでも黒字化を最優先する方針を取ることになった。特に業績が悪く回復の見込みがない店舗を閉鎖して近隣店に運営を統合し、また既存店についても移転もしくは改装、改築により増床を行うなどスクラップビルドを実施して業績改善を図っている。その一例として 新潟市南区白根地区にある新田白根店は道区新和町にあった旧店舗の老朽化に伴って合併後のモデル店舗と位置づけられ3月10日道区田中とか地内にある原新マーケット式白根の西側区画に新築移転したまた業績が著しく悪化していた前日の新潟本店は店舗再編の対象となり7月1日をもって 閉店した。加えて、同市中央区弁店橋通りの新殿ハイリビングプラザは、生活家電に特化した商品を揃えていたが業績が伸び悩み、この新潟本店とリビングプラザの両店舗を統合する形で10月26日、同志港南区下早通り柳田のイオン、新潟南ショッピングセンター内に、野島イオン、新潟南店として移転をオープンした。 のじまは同店を新潟県内の基幹店に位置づけており、県内ののじま店舗最大の売り場面積を有し、かつ、新田のブランドを監さない初の店舗である。なお、のじまは店舗再編を公表した当初、新潟本店跡の建物を不動産として賃貸、もしくは売却を行う意向を示していた。市内中心部の立地とあって、その後の活用方法が注視されていたが、 2009年、はじめ、上越市に本社を置く結婚式場の運営などを行う TSS アソシエイツがこの本店跡の建物を取得した。同社は約8億円をかけて建物を改修し、6月29日に結婚式場ザ・ジャポナイズを開業した。前日の通り、この島は九州合併直後は、新田の店舗ブランド名を活用して新潟県内で、 事業展開を進める意向だったが、旧新電店舗のうち2009年以降に、新築移転や改修を実施した箇所では、店舗ブランドから、新電を省き、単なる、の島へ解消している。また、店舗の内外装についても、前述の白根店をモデルとせず、首都圏のの島の郊外型店舗とほぼ同様の、デザインが踏襲されている。加えて、折り込みチラシ、 テレビ CM などの広告媒体でも、新殿を省き、野島の社名のみの表記に順次変更されている。野島のスーパーポイントカードは、新殿各店舗でも野島多店同様に使用できる。また、一部店舗の店頭には来店ポイントが付与できる、ポイントゲッターが設置されている。一方、新潟県内では前述の小島、山田、上新、京ズもの島同様に、 新店舗の出店やスクラップビルドを進めるなど販売力の強化を図り続けている。また、石丸電機がエディオングループの経営合理化策の一環として2008年9月に全面閉店し、2009年2月には新潟駅南口にビッグカメラが出店するなど大手各社の撤退、進出も相次いでおり、県内における家電量販店各社間の販売競争は、 現在も激化の一途をたどっている。野島は2013年12月現在、新潟県内で、計10店舗の家電量販店の営業を行っているが、このうち店名に、新田を冠しているのは5店舗であったが2021年8月、現在、真田を冠しているのは、村上店と5000店の2店舗のみとなった。イオン、新潟南店は、前述の通り、新潟地区の野島。 マデンの基幹店に位置づけられている。また2009年以降、新築移転や既存店舗の改築、改修、再出店などで新装した三つけ店、巻店、小出店、イオン、新潟西店はいずれも新装オープンと同時に新店を緩さない、野島に解消している。一方、佐渡店は2008年3月16日に一旦閉店後、業態を 携帯電話専門店に縮小して営業を再開。家電は取り扱っていない。の島と合併した2007年3月以降に閉店した新電の店舗は下記の通り。合併後は他社との競合が激しく業績改善が見込めない店舗や老朽化が著しい店舗を中心に東廃合が進められている。マデンと設立した合弁企業。 ラオックス新殿が展開していた店舗。既存券の一部を改装したほか、新規で大型店舗の出店なども行ったが、前述の通りラオックスマデンは、業績不振のため2005年に解散し、事業はマデンに一本化された。さらにマデンとラオックスとの業務提携についても、新殿がの島に吸収合併された際に解消している。なお、 2013年12月時点での島グループの店舗として営業を継続しているのは、村上店、イオン、新潟西店、十日町店、佐渡店の4店舗のみで、それ以外の店舗は全て閉店している。ありがとうございます。